はい、こんにちは、タックでございます。今回ですけどもね、もういきなりですけども、まずこちらのシーン見てもらいたい。どうぞ。いかがでしょうか、このお写真。ミラーレスカメラ、マクロレンズをつけて撮ったわけじゃございません。もうね、タイトルでもお分かりの通り、今回紹介するスマホで撮影しました。すごいでしょ。ということで、今回紹介します商品はこちら、ソニーさんから出ました最新のスマホ、エクスペリア1マーク6でございます。エクスペリア1といえばね、ソニーのスマホシリーズのフラグシップモデルですけどもね、その6代目にあたります。それではですね、いろいろと紹介していきたいと思います。はい、まずはスペックですね。カラーバリエーションは4色。こちらはね、ブラック、そしてプラチナシルバー、シムフリー限定でカーキグリーンとスカーレットを用意しております。サイズの方はですね、高さが162、ワイドが74、そして厚さが 8.2 ミリ、重量がね、182グラムとなっております。CPU のチップはですね、スナップドラゴン8。ジェネレーション3のモバイルプラットフォーム。内蔵メモリーですけどもね、3種類用意してございます。RAM が 16GB、そして ROM が 512GB のモデル。そして RAM が 12GB、ROM が 512GB のモデル。そして最後ね、RAM が 12GB、ROM が 256GB の3種類用意しております。で、外部メモリーはですね、マイクロ SDXC 最大で 1.5TB まで対応。Bluetooth はバージョン 5.4。Wi-Fi はですね、6E に対応しております。それではですね、特徴なんですけども、これちょっと小出しにしていきますね。で、全部紹介するとね、すごく長くなっちゃうんで、よいしょよいしょ。僕がね、ここは重要だなと思うところをね、紹介したいと思います。まずはね、バッテリー。こちらはですね、新素材、高密度バッテリー搭載で、容量は 5000mAh。これ大体ね、2日間ぐらい持ちます。実際僕もね、使ってたんですけどもね、ほんと、2日ぐらいね、持ちますね。で、動画再生で言うと、36時間以上楽しめる、エクスペリア1シリーズの中でも、高性能バッテリー搭載でございます。さらに、充電の最適化、これを見直してですね、4年後でも最大容量 80% まで充電できる設計になっています。なんかね、スマホの機種変更のね、サイクルなんですけども、3年程度という方が一番多くて3割ぐらい。で、その次がですね、4年ぐらい使うという方が2割ちょっといるそうなんで、まあ、それだけでもね、だいたい5割ぐらい占めてます。なので、そういう方にも安心して使えるスマホとなっております。で、続いて、音。音はもういいね。だってソニーさんだもん。で、もうヘッドホンでもスピーカーでも楽しめる360リアリティオーディオ。で、ソニーさん独自の AI、 もうどんな音源でもハイレゾほどの音を楽しめる DSEE Ultimate、 もちろんハイレゾ LDAC にも対応しております。さらにですね、スピーカー、これもですね、新スピーカーユニットを搭載していて、もう高音質でバランスのいい音を楽しむことができます。はい、続いてね、ディスプレイでございます。こちらもですね、時代とともに変わりまして、従来の21対9からですね、今回は19対5に変更されました。まあね、SNS も変わってきましたし、あとやっぱりね、バッテリーの持ちの改善という意味でも、このように変更になりました。さらにですね、前の機種よりも、なんと 50% も明るいディスプレイ。もうね、サンライトビジョンで、直射日光の下でも見やすくなっております。実はですね、先日、娘のね、運動会で、このエクスペリア1マーク6を使って撮影したんですけども、ディスプレイが明るいからね、ものすごく撮影しやすかったです。
普通やっぱりね、こういうディスプレイってね、暗く感じてね、もうどこにピントあるかわかんないんですけどもね、全くそういう心配がないです。もうね、さらにね、ソニーのテレビといったらブラビア。ね、この技術、さらにですね、AI も入れて、より発色よく、質感とかね、立体感も再現されてます。さらに、リフレッシュレートはですね、1から 120Hz までの可変式でですね、まあ、コンテンツに合わせたリフレッシュレートで、ストレスなく楽しめます。さあ、最後はお待たせいたしました。カメラでございます。もうソニーといえばね、こちら、ザイスレンズ。僕の大好きなザイスレンズ採用です。で、レンズの方、3つありまして、まず一番上から。これがですね、焦点距離16ミリ。で、F2.2 のウルトラワイド。で、真ん中がですね、24ミリ兼48ミリの F1.9 ワイドレンズ。そして一番下がズームレンズですね。こちら85ミリから、今回はね、170ミリ。そして F 値が 2.3 から 3.5 までと対応になりました。この3つのレンズが搭載されております。またこのちょっとズームレンズもね、後で紹介するんですけどもね。で、画素数の方ですけども、基本はね、1200万画素。で、24ミリだけがね、4800万画素となっております。で、カメラの方も、ですね、以前、こう、使うシーンに合わせた3つのアプリがあったんですが、何だったっけな？ちょっとこう、テロップ出していきますね。この3つあったんですけども、今回はこちら1つ。はい。この1つのカメラで、初級者から上級者の方まで使えるアプリに変更されました。はい、こちらカメラアプリのね、UI となっております。じゃあ簡単にね、説明いたしますと、まずこちら、モードですね。今、写真モードとなっております。で、これでクッてやると、はい、動画モード。で、スロー撮影。ね。そして、ちょっと逆の方に行くと、ボケ、ポートレートですね。そして、はい、そしてこちらがね、プロモードとなっております。まあ、プロモードにするとね、まあ、いろいろと ISO 感度とかですね、シャッタースピードとかも変えられるんですけども、今こちら、マニュアル撮影モードとなっております。ここですね。左下見えるかな。で、これにすると、まあ、ISO 感度ね、今は、1600。で、これをくーっと下げると、はい、1800。640と。最低で、うわ、すごいすごいすごい。40まで、32、25。わ、これはすごいね。24、まあ、100以下になるとね、ほんと照明焚いて、プロ用の撮影ができるかな。だいたいね、料理の写真撮るときはね、ISO感度100以下で撮って、あとは照明に頼るんですけどね。まあ、そういうこともできるということですね。すごいな。で、あと ISO 感、うん、待ってよ。ISO 感度ぐーんと最大が、はい。6400と。まあね、一眼レフ並みですよね。で、今とりあえず、はい、室内なんでね、1600ぐらいにしておきます。で、こちらが焦点距離ですね。はい、今こちら48ミリですね。で、24ミリ、16ミリという風になっております。で、シャッタースピードもピッと、下の一番左側ね、これピッと押すと、シャッタースピードもこのように変更できると。おーおーおー、あ、すごいな。8000分の1。そして一番下が、一番下が30秒かな。すごいな。もう完全普通のデジカメよりすごいかもしれないですね。はい、とりあえず今のところは50分の1ぐらいにしとこうかな。はい、こんな感じですね。で、その他、撮影モードは、はい、 S と P とあります。 S なんてね、シャッタースピードを重視でまあ、変えていくという感じですね。はい。そうすると、ISO 感度が変わっていくんだね。で、まあ、ファンクションキーでね、まあ、ロー撮影、そして JPEG のみの撮影とかもね、選べるようになっております。あとは、はい、ホワイトバランスもね、変更できますし、まあ、普通のね、デジカメのマニュアルモードでのね、撮影ができるという感じですね。素晴らしい。
で、次動画ですね。動画はこちらで、焦点距離も変えれますし、そしてこちら、カラーモードですね。ノーマル、ビビット、フィルム、シネマティック、S シネが使えるんだ。ああ、これもすごいですね。ちょっとオフにしておきましょう。ああ、なる、解像度とフレームレート、ライトオンオフ。商品レビューモード、あ、商品レビューモード、このね、ZV シリーズ、ET もね、商品レビューモードありますけどもね。これがオンオフも可能だと。ほう、すごいね。で、これ、解像度とフレームレート。このね、左側でも変えることができます。ビット。4K。HD。フル HD。そして、上の方では、フレームレートね。4K120 まで対応してると。ほう。4K24、30、60という感じかな。そして、その他。ここはね、パナラマとか、ボケ動画。あ、ここで、4800万画素の写真も撮れるんだね。そして、あ、テレマクロ。テレマクロはね、後でじっくり説明したいと思います。ライブ配信もできるんだ。もう完全デジカメだね。そして僕はね、今回一番の魅力、もう冒頭にも紹介しました。このね、望遠レンズを使ったテレマクロ撮影。これがね、すごい。ミラーレスじゃなくてね、マクロレンズもなしでスマホでここまで撮影できるのはね、すごいです。もうね、映像も画質も申し分なし。さすがソニーさんだと思います。はい、それではね、早速テレマクロでね、撮影したいと思います。じゃあ先ほど見たね、このその他のところのテレマクロ。はい、こんな感じ。今ちょっとフォーカス合ってませんけども、フォーカスはここで合わせます。こんなもんかな。今この辺に合わせたんですけども、すごいでしょ。もう毛の一本一本までね、はっきりとわかる。これスマホですよ。ただね、今ちょっと照明焚いてるからいいんですけども、暗いとね、このフォーカスがすごく合わせにくい。ちょっと、ほんのちょっとずれただけでね、ボケちゃうんでね、その辺難しいです。じゃあちょっとこのお花に当てまーす。こんなもんかな？はい。すごいね。これだけ折れるんですよ。素晴らしいね。ほら、ちょっとずらすだけでね、ピントがね、合わないんですよ。じゃあちょっと缶のリングプリ行こうかな。お、かっこいいかっこいい。こんなもんでしょうか。やっぱ照明焚いてるとね、合わせやすいですね。はい。それじゃあですね、ちょっとこのテレマクロで撮った動画、いくつか見ていただきたいと思います。どうぞ。ということでですね、今回はバッテリー性能も、音も、ディスプレイも、カメラも、格段に性能が良くなったソニーのね、最新フラグシップスマホ、Xperia 1 Mark 6 を紹介しました。いや、これね、これはね、すごいです。前にも言ったかな、この Xperia 1 ってね、僕の持ってる今、カメラ売って、これ買ってカメラ側にしてもいいかなというぐらいね、このカメラの性能すごいです。いやー、もうね、興味ある方、ぜひね、チェックしてみてください。ということで、チェス！